こんにちは、そばじまです。今回ね、このちょっとロードスターの、ホロカバーを紹介したいと思います。実はちょっとこれ買ってあんまり紹介しなかったんで、まあ改めて使ってみた感想なんかもちょっと一緒に含みながら紹介します。まずまあちょっと全体像からいくと、覆いかぶさる部分はこのフロントのウィンドウガラスからぐーっといってこのリアのガラスのところまでになりますね。でサイドはこのドアハンドルのところまでカバーがあるので、ここにモールがあるはずなんですけど、それも隠れますね。ちょっと構造がなかなか面白くて、このカバーがめくれ上がらないようにワイパーで止めるような構造になってます。ここと向こう側ね。でそれちょっとしやすくなるようにこういうふうにして芯の棒が先端に入ってます。左側もこんな感じですね。ここに棒が入ってて、ここを避けるようにしてワイパーで押さえ込むと、そうすると風が吹いてもまあピラピラめくれ上がらないというような作りですね。でもう一個横の部分はここマジックテープになってて、でこれを止めるようになってます。でもちゃんとやればね、ドアハンドルのところがきれいに隠れるんですよね。でこうね、でワイパーのところもこういうふうにして両面テープで固定して、この部分がピラピラしないようにというふうになってます。これは結構いろいろ工夫がされてますね。リアのところも面白くて、このカバーの端をトランクのこの縁のところに挟み込むようにしてて、でこれで挟み込まれたんですけど、ここも縁がピラピラしないようになってます。私が止めている駐車場は屋内なんで、そんなに強風が吹くわけじゃないんですけど、多分ね、外で使っててもそんなにねバタバタはしないと思いますね、このカバーだったら。で裏地はね、特になんか肝になってるわけではないんですよ。もう本当にこんなツルツルした素材の感じそのままって感じですね。素材としてはポリエステルみたいですね、ここに書かれてます。出かけるときはどうしてるかというと、まあ、折りたたんで、トランクの中に何個折りかにして放り込んでます。こんなケースもついてるんですけどね、まあ、これあんまり入れたことないですね。まあ価格が12,000〜13,000円するんで、まあまあ結構カバーとしてはいい値段かなというふうには思うんですけど、まあやっぱさすが純正品ならではというか、フィット感も最高なんで、僕のように猫対策がしたい人とか、屋外駐車をしててホロの劣化が気になる人っていうのは、まあ使ってみるといいかもしれないですね。いろんな工夫が凝らされてて、なかなかよくできたカバーです。よし、今回は以上です。